ゃあ次のグループの方お願いします。左からお願いします。ヒデトラです。前回試合が終わった後に朝倉さんにぜひもう一勝と言われて再度応募しました。ありがとうございます。じゃあ次の方です。はい、千葉県から来た智弘です。前回ここでメントスコーラーやったやつ俺の相方なんですけど、まあそいつより俺、空手と今格闘技やってて強いんで、まあ面白い試合になるかなと思って来ました。お願いします。はい、じゃあ次どうぞ。前回ブレイキングダウン6に出させてもらった坂田です。ちょっと今興味あるのがテル君か、あの細川さん、自分ボクシングやってた時にやっぱ現役の憧れだったんで、あのベルトがちょっとやりたいなと思うんですけど、まあ、勝ったらそのベルトもらっちゃおうかなと思うんですけど、以上です。あ、勝てると思ってんの？え、勝てると思ってんの？当たり前だろ。うん、やろうよ、そうやったら。なんか、まあ、まあ、彼でもいいと思います。はい、やりたいです。ありがとうございます。ちょっと自分ここ勝って次川島さんかポーランドさんとやって、まあ、最終的にやっぱ飯田さんとやりたいんで、まあ、ちょっとこれ先にボコってやろうかなと思って、まあ、昔なんでベルト持ってるんだもん。チョンさんに勝ったっすね。そうです、チョンツーエさんに勝ちました。ここは本戦決定でもいいかなと思うんですよね。やろうか。キャリアちゃうんじゃん、ほんまに。ああ、お前滑舌悪いんだボケ。あ、どうぞ。伝統空手を22年間やってます。日本一も経験してます。この間朝倉未来さんの YouTube に出した五名ひろとと同年代でバチバチやってました。以上です。どうも。自分も10年ぐらい、冬眠してました。アークサイダー出身の宮永一輝です。どうぞ。アンポチャンネルのテレです。前回 6.5 出させていただいて、まあ、ポーランドさんに負けたんですけど、まあ引き続きそこにいてるひな壇狩りを再開させてもらおうかなと思って来ました。まあこの中で一番強そうなサトルさん、まあ見た目で言ったら一番強そうやってやりたかったんですけど、なんか俺あの東大生ぶっ飛ばしたいなって思ってるんだけど、ちょっと一つ確認したいんだけど、そのテル君が俺とやりたいっていうのは俺ら輝いて見えてるってことな？まあぶっちゃけ花あるじゃないですか。うん、まあ俺は逃げも隠れもしねえよ、安心しな。いいね。うん、テル君俺とやるよ、俺とせよ。別に誰とでもいいんで僕は。はい、俺もう今回しかないんだよ。もうこれで出れんかったらもう終わっちゃうから本当に。まあ、もうないんだ。僕は別に来るもの拒まないんで、うん、もう運営さんがどちらか決めてもらった人と。てる君とやらせてください、お願いします。はい、僕は別に誰とでもいいっす。体重も気にしないで減量もせんでいいっすよ。タイマー話してください。もう僕これ多分もうこれ逃したらもう本当にないんで、もう次日健君と今から戦ってもらって、勝った人でどうすか、初出場の中の方。あ、僕は全然誰でも。初出場の方の中で日健君と今からできるっていう人は4人いるんで2試合やってもらいます。やります。じゃあ空手同士やってもらって、はい、日健君と宮永さんやってもらいます。はい、てる君は2試合見てもらってその中の一番強かった人。はい、僕が選ばせてもらいます。頑張ってください。じゃあ4人は、4人の方用意してもらいます。はい。はい、はい、はい、じゃあちょっと行きます。レディーゴー。
強くて相手掴んで攻撃しちゃダメだ。はい、行きまーす。レッ、はい、どっちも微妙っすね。サトル君にします。サトル君の相手が微妙すぎたんで。あ、そうですね。今あのテル君の、はい、候補の2試合見たんですけど、はい、なんか微妙で、うん、でサトルさんの相手も微妙だったじゃないですか、はいはい、やっぱここがやった方が面白いかなって思うんですけど、どうですか。あ、そうですね。どうですか。やろうか。じゃあバチバチ殴り合おうかね。じゃあ試合決定です。ちょっとさっき勝ったやつよって話でここでやったペル君とやりたくて。うん、ちょっと試合内容が、ね、あれだったので、まあとりあえず本戦に出れるようには一応考えておくんで、はい、検討するんで、まあ、違う相手になるかもしれないですけど。あ、飯田さん、お疲れ様です。お疲れ様です。何やってるんですか。今、喧嘩でやってます。飯田さん、今回からキャラクターに入ってますよ。なんと今だけキャンペーンコードを入力するとブレイキングダウンの選手がゲットできる。キャンペーンコードの入力方法はチュートリアル突破後イベントバナーから運営個人チャットで。ぜひ皆さんインストールしてください。あ、痛かったよ。おぉ、ピュッピュッてね。バーン！なんでバナナ。で、左からお願いします。ムキ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 。どうも、高木です。強くなってブレイキングダウンに帰ってきました。ちょっとね、今日はひな壇狩りをしようと思うんですけど、誰か俺とやりたいやついないですか。俺とやれる根性のやつ。あと一人しか決まってない人いないんですよ。うん、あそこにいる花柄のお兄ちゃんだけしかいなくて知らない知らないあ、突如現れた スターなんですけど。体重何キロですか。体重75キロ。75キロ。ああ、了解です了解です。次の方どうぞ。はい、どうも、集中クリニックことマスです。前回リングドクターをさせてもらって、まあ、一番近くから見てたんですけど、まあ、僕はよく医者っぽくないって言われるんですけど、こう見て医者です。しっかり自分でクリニックもやってます。で、人を治すことを普段やってるんですけど、まあ、人を治せるってことは人も壊せるんで、はい、まあ、誰でも大丈夫です。奥野からです。あ、どうも、ロシア出身のニックです。自分はオンラインパーソナルトレーナーでボディメイクを教えてて、で、あと TikTok やっててフォロワー20万人ぐらいいます。自分一応未経験ですけど、でも結構覚えも早いんで、もし試合決まったらボクシングバチバチに覚えていこうと思うんで。じゃあ次の方どうぞ。あ、バーン、カンボジアだ。ジャングルで
地雷を撤去してホワイトタイガーを AK-47 でハンティングして生活してきた。ね、カンボジア。ベルサイユ理事長だ。今日はひな壇の地雷爆弾不発弾撤去するか、ここのアニマルたちをハンティングするか、どれでもいいからよ、地雷の撤去かハンティングかさせれ、ベルサイユで。いいよ。最後どうぞ。はい、TikTok で平成のガルフィー君ことガルで行動してるガルです。いや最初にまあバンさんとやりたかったんですけど、まあさっきまあバナナあげて、まあ、後ろの花柄のヤシの木のみたいな人しか空いてないっていうんで、まああいつでもいいかなと思って。どう？まあ結構80、90ぐらいありますよね。86ぐらいだね。ですよね、うん、多分自分がこの中だと体重一番低いんで75キロなんで、ああ僕が満腹の時で69キロなんで、じゃあ満腹でいいよ。満腹でやろうよ。朝起きた時で満腹でいいよ。満腹で。ちょっと面白くなってきたな。あら今後半だと思われるじゃん。ベルサイユさん、ちなみにこのグループの中では誰が一番気になる？このグループの中ですか、はい、気になるの、はい、誰やったら一番やりたいですか？まあそうだな、ちょっとこう見回してみたら頭悪そうでしょ。俺頭いいからやろうよ。いいよ。あ、マジで、うん、あ、まあいいよ、うん、別にジャングルみたいだし、オッケー。ベルサイユさんがどんなものなのかわからないんで、一旦豪傑さんも前負けてましたよね。負けてました。強くなりました。なりました。イカの花柄の人と今できます？試合身長的にも近いからそれは見て。え、どうですか？え、僕と誰ですか？豪傑さんです。今、本田さんも。え、豪傑さん今から7キロ落とせます？めっちゃ気になってる。え、前腕しか逃げんなよ。逃げないです。でも一応一緒にアピールして一緒にやりましょう。怪我させない程度にしてるんで、あの結構体型も似てるし。ベルサイユは今後そこのなんか大きい人とベルサイユさん一回試合見たいんで、今そこでやってもらいます。でそこの2人も対決してもらいます。今準備してください。はい、じゃあなんでここイージーやん。めちゃくちゃイージーやん。でもやかましいか。これグーパーでいいんすか？いや大丈夫です。もうこいつ、はい、絶対マジかよ。お前かよ。やろ。まあええか。強いと思うじゃん。大したことないから。いや撤去撤去撤去。地雷1号ドーブロー気をつけて抱えないこと。掴むと相手が倒れたら攻撃しちゃった。はい、手間なくて。やろう。よっしゃ。はいはい。
はい、じゃあ中央来てください。1分ですね。バッティングの自由地と気をつけてください。顔が不安になっちゃってるね。リップ、はい、逃げろ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  よっ、はい、救急車お願いします。気持ちいい。わかりました。じゃあホンダスイミングスクールさんでやらせてください。お願いします。負けたけどお願いします。なんで勝ったかのように喋るんですか。川島選手どうしたんですか。実はちょっと相談があって、はい、今回変化道のキャラクターになったんですよ。すごいじゃん。でも俺正直人気ないじゃないですか。俺のキャラなんて使ってくれる人いるんですかね。あーでも川島選手のキャラクター強いからみんなダウンロードしてくれるじゃん。じゃあミクルさん使ってくれます。まあ考えときます。あやっぱり。なんと今だけキャンペーンコードを入力するとブレイキングダウンの選手がゲットできる。キャンペーンコードの入力方法はチュートリアル突破後イベントバナーから運営個人チャットで。皆さんぜひ使ってください。じゃあ次のグループの方お願いします。じゃあどうぞ。はじめまして、コウジンって言います。東京生まれの31歳の、日本と韓国とナイジェリアのクォーターです。まあ、前回、勝っていた牧伊沢選手とかとやりたいなと思ってたんですけど、ちょっとこちらにはいないみたいなので、まあ、隣の大きいお兄さんとやれたらめちゃくちゃ面白いなと思います。お前が俺に勝てるわけないの。本当、うん、やってみなきゃ分かんないでしょ。クォーターが調子おんねん。何どこか入ってるの。ナイジェリアと韓国で。おー似てんじゃん。黙れ。日本がないだけでしょ。調子乗んな。いいじゃん。じゃあぜひお願いします。はい、じゃあ自己紹介お願いします。ワルビッシュ TV から来たエドポロキングです。まあ正直誰とでもいいんですけど、まあこの横の子が喧嘩売ってきたんで横の子でもいいかなって感じですね。じゃあ次の後ろの方どうぞ。はい、名前はダニエル。育ちはスラム街で、ろくな人生を送ってこなくて、こっち日本来てからラグビーやって全国選抜選ばれて、でまあブレイキングダウンでなんか弱いのに生きてるやつばっかとか、なんか負けたのになんかそこら辺に座ってる雑魚しかおらんで、なんか一発本当に誰が一番強いのかってのを見せたろうかなと思って、うん、はい、じゃあ最後後ろの方どうぞ。ブレイキングダウンでひな壇で調子乗ってるやつ、うん、鬱陶しいよね。どうも日本一ひねくれてる TikToker のゆうたろうです。みんなに今日ちょっと一個クイズ持ってきたから、みんなちょっとこあの早押しで答えてよ。終わった終わった終わった。誰の前にか分かる人。バシャバシャ座ってください。誰の前にか分かる。お前やってください。お前つまんねえは。お前がやったネタでブレイクダンス、お前決まったからってお前もやつもとすんだよ。つまんねえっつってんの聞こえねえのかよ。あ豚野郎この野郎。お前審査員ちゃうよ。つまんねえんだよ。お前芸人なんかお前なあ。なんだお前これ。喧嘩に体重関係あんのかって。やめてください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 。お前それ気になってんじゃねえ。やめてください。やめてください。
してやるからって。お前その気になってんの？大丈夫大丈夫、俺とやるから。気持ち悪いな、聞いたやろ。なんか3人次の回も参加してもらっていいですか？わかりました、ぜひ。クラスってどういうこと？クラスっていうのは簡単に言うとキャラの特徴です。なんか特徴があるの？例えば攻撃最強のブレイカーとか防御最強のガーディアンっていうのがいて、全部で6クラスあるんですよ。なんかなかなか奥深そうだな。しかもゼノって有名人ともコラボしたりするんだ。そうなんですよ、メイウェザーもキャラになってるんですよ。それすごいな。てかお前ゼノに詳しすぎじゃない？とにかくなんだよ。とにかくプロジェクトゼノは今のうちに NFT をゲット。あ、やられた。では次のグループの方お願いします。お願いします。みぐるちゃん、やっと会えたね。会いたかったよ、ずっと会いたかった。やっと会えた、嬉しいわ。それだけでいいわ。じゃお願いします。はい、あ、天田博美です。よろしくお願いします。2004年の K-1 チャンピオンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。前回に引き続きまた来ました。で、今回ちょっと聞きたいことあるんですけど、ブレイキングダウンってコンセプトもともと喧嘩っすよね。ですよね。ちょっと今回 MMA で戦いたいなって思うんですけど、ルールが過激なほど俺は強くて面白い試合できるんで。で、次お願いします。ノコンテラだよ。アンポールキはボコボコにしたノッコンとやらだよ。まあ今日も誰が言ってまうかもしれんけど、あのヘビー級のあのひななんてなんでおらんのかな。みぐるちゃん、なんでおらんのかな。参戦が少ないからじゃないですか。ああ、なるほどね。みぐるちゃん、この中で一番実績あるのはアマじゃないけど、やらしてくれへんかな。ワーカハントともやってるし、ジェラムレバンドともやってるし、俺もともとボブサップやりたかったから。どうかな、ヒロミちゃん。いや、俺は誰でも大丈夫。ミクルちゃんどう？どうすか？やらしてよ。まあちょっと検討します。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしく。レジェンド潰しやったんで。とりあえずまあ、ひな壇の方たちは全員決まってますし、あと体重がそもそも合わないので、まあ、もしやるとしたならばこの中で考えていただくしかないかなと思いますが。マクサー、マクサーやりました。今何戦してましたっけ？1戦でしたっけ？1回とオーディションで1回と本戦で1回、はい、今2勝中と、はい、誰かやりたい人いますか？はい、はい、2人試合できます今。はい、勝った方が。はい、行きまーす。はい、MMA であるか。MMA であるいいですか。あ、いいっすよ。 MMA であるか。じゃあやりましょう。これさ、あ、そうです。今回剣をやめて、まあブレイキングダウンにちょっとまあメンバーを出させてしまってるんで、まあ出場させてもらおうかなというふうな意思を持ってきました。で、
まあ、今日本でね一番見られてる格闘技コンテンツだと思うんですけど、うん、なんていうんですかね、まあ大したね実力もなく、ただ悪態をついて、まあ、その生きてるだけで、まあ、それをまあ格闘技として見られたくないという気持ちも僕はプロ格闘家として一応あって、だからまあちょっと、まあ、僕も、まあ、本物のねプロ格闘家としての試合をちょっと、日本の皆さんに見ていただければなと思って、はい、ここに来ました。でちょっとノッコン出たら言いたいことあるんやけど、俺のことボーボーにしちゃって言ってさっき、それほんまに思ってる？思ってるよ。2分1ラウンドで2ラウンド目俺がやろうって言ったら、うん、逃げたじゃないですか、うん、今から無制限序ラウンドやりますか？うん、今から無制限序ラウンドやらへん。俺アマゾさんと試合するな。じゃあその人の名前で相撲取るのやめてもらっていいですか？お悪いな、気悪いんで。悪いな、全然いつでもやりますよ。ん、全然いつでもやりますよ。いやお前アマゾン終わった後やったろ。また YouTube でやったろ。そんな強肩がなったら別にいつでもやるよって。ノコさんやったらいいよ、うん、痛い、やったらいいよ、うん、すごいじゃ分からんの。もう浴びてるやろさ、うん、1ラウンドで終わりとかないっすよ。うん、いけるで。何ならくたばるまで日は空いたぞ。どっちかがくたばらない。やりますか日は。いやもう俺あっち本ちゃんやからやるわ。じゃあこれここまでちゃんと使うてくださいね。逃げましたからね。ここまでちゃんと使ってくださいね、はい、じゃあ防護モニターとかも言おうと言うのよ、はい、こういうことです。まあそんな感じでお願いします。じゃあ2月、うん、うん、なんで席開けたの？席開けないよ。席開けないよ。無理や。男下げちゃったの、うん、今。昇った太陽、二度と沈まなくなりますよ。ブレイキングダウンセブンを一緒に盛り上げていただける企業様も募集中です、お気軽にお問い合わせください。ブレイキングダウン公式アプリがリリースされました、独自コンテンツ盛りだくさんなのでぜひダウンロードしてください。スペシャルアドバイザー朝倉海、白川リフトが密着するオーディションの裏側は近日公開。どうも宮迫です。さらに多くの YouTuber のチャンネルからも特別コンテンツを配信予定。こちらもぜひチェック。